はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。忍者マスター半蔵です。さあ本日なんですが、ついにですね、いよいよと、まあ、待ちに待った実装となりました、忍者ストライクヒドゥンアーツオブシャドウがですね、本日発売になっておりましてですね、こちらで追加された、カードを使った忍者デッキ、新しく、組んできたのでご紹介していこうかなというふうに思ってます。はい、新規カードね、かなり追加されてましてね、忍者動きがもう、その過去のものと全然違うデッキになるんですよね。で、メイゼンの召喚ムービーがマジでかっこいいっていうのはあるんですけど、ちょっとね、かなりテクニカルなデッキになってまして、ちょっとね、新規カードを中心にどんな効果してるか、どんな使い方するかっていうのを説明していきたいんですが、まずですね、新しく追加されたこの忍法ですね、忍法落葉舞っていうカード、はい、これが、めちゃくちゃ強くて、これ変化の術みたいな感じで使うんですけど、自分相手のフィールドの忍者モンスター、または裏側守備表示モンスターを対象に、発動できて、そいつをリリースしてデッキから忍者モンスターを特殊召喚するよっていう効果があるんですよ。これね、相手のフィールドの裏側守備表示モンスターをリリースすることもできるんで、結構例えば月の書とか、あと、まあ、今回ちょっと採用してるんですけど、怪奇忍者の書みたいな、こういうカードとはめっちゃ相性良くて、相手の、モンスターを裏側にしながらそいつをリリースして、出すみたいな動きを基本的には目指していきます。はい、相手のモンスターをリリースして忍者出せるって最強ですよね。で、このカードが表側表示で存在する場合、自分の魔法トラップゾーンの忍法永続魔法永続トラップカードを、バウンスできるっていう効果が、一応どっちかしか使えないんだけど、いずれか1個使えるよっていうことで、3ターン目とかね、4ターン目くらいにもう1回使いますということができるんで、落葉舞で落葉舞に戻すっていうことができるんでね。なんでこれは非常に使い回しが効くカードとしてとても優秀です。はい、で、まあ、これをねセットすることができるカードは忍者にはいっぱいいてね、例えば、まあ、忍者マスター半蔵さん、これね、メイト追加されたんですよ。マジかっこいいっす、これ。はい。メイト追加されたその半蔵さんとか、あと、忍者モンスター2体で作れるこの、斎蔵さんね。この辺で、忍法魔法トラップカードをセットするっていうことができるんで、この辺でセットしていきます。で、基本目指していく動きはね、このトラップカード2枚をセットして、盤面に忍者がいるっていう状態ですね。まあ、半蔵とか斎蔵とか、まあ、なんでもいいんだけど、プラス、後ろにカードを2枚セット。みたいな感じです。これが一応基本盤面。で、どうやって妨害をしていくかっていうと、新しく追加された、モンスター、まずね、重ねの忍者、ジオウ。これめっちゃ強いです。このおっさん、このムッキムキのおっさん、これが召喚特殊からリバースした場合、フィールドの表示モンスター2体を月の書できますと、まず。で、この効果で裏側になった相手のフィールドのモンスター、表示消し変更できないっていう効果あるんですよね。まあ、底なし落とし穴状態にできると。これ最強。しかもなんか、結構フリーチェーンで出てこれるから、落葉舞とかで。なんで、こいつの、まあ、裏側、守備表示にする、しかも埋めるという効果を、まあ、狙っていきたいですね。で、出てきたら、そいつを分身するっていう。そうすると、分身の実はね、これもともと昔からあるカードなんだけど、忍者モンスターリリースして、なんか、リリースしたモンスターのレベル以下になるように、デッキから忍者モンスター出せるっていう効果あるんで、これレベル8なんですよね。だから、8になるように、例えば、なんかその、トバリ、ミツ、半蔵みたいな感じで出して、4体ぐらいに、1枚が4枚に分裂するみたいなね、動きもできるんで、まあ、これが、まあ、忍者の強いところですよね。はい。でね、新規で追加されたモンスター、このトバリくん、これはね、融合できます、フリーチェーンで。これは、3番目ね、相手のメインフェーズかバトルフェーズに手札フィールドから、融合できますよと、忍者モンスター融合できますよという効果と、あと手札からぶん投げると手札から忍者モンスター特殊ができますよという効果があるんで、これめっちゃ強いですね。はい、で、ミツ、この、ミツちゃん、これは、忍者がいるだけで、ポンって手札から出してこれる、まあ、裏側の守備モンスターでもいいんだけど、で出てこれるということでめっちゃ強い。でさらに相手がモンスターの効果発動したら、裏側守備表示モンスターを表にして、で、対象のモンスターが忍者だったら、効果無効にできると。だから何でもモンスター効果無効にワンチャンできるという、モンスターになってますね。はい。で、これでだからモンスター効果無効にしていくという感じ。まあ、分身の術使うと結構この、盤面が簡単にできるんで、まあ、基本的には分身から狙っていく感じですかね。で、新規で追加された、カード、異端の忍法帳魔法カードね、今度。これもね、めっちゃ強くて、相手のフィールドにカードが存在する場合に、忍法、魔法トラップカード、および忍者モンスターをそれぞれ1枚まで、自分のデッキ墓地からセットできると。デッキ墓地からはそれぞれ1枚までですね。だからデッキから1枚、墓地から1枚みたいな。まあそんな感じですね。だから先行で使うのはちょっと難しいんですけども、まあセットしといて、相手のターンとか、
あ、自分のターン帰ってきた時に使うっていう感じで、セットされてこのカードが墓地に送られると、スピードの表側表示モンスター裏側にできるよっていう効果もありますという感じで、まあ、破壊されても一応仕事するよっていうことですね。で、これでセットできるカードでね、追加されたのが、まあ、落葉魔以外にこれですね、この忍法装具金むぐら、このカードが、何にでも装備できて、装備モンスターの打点が500アップして忍者としては使うという効果があるんですよ。だから何でも忍者になれる。今回入ってる例えばバレルソードドラゴンみたいな、こういうモンスターも忍者になりますという感じですね。で、忍者になって何するのかっていうと、自分の墓地から忍者モンスター1体を除外してフィールドのカードを1枚対象としてそのカードを破壊するっていう、まあ一応その相手のカードに触れる効果があると。でさらに、このカードがフィールドから墓地を加えると、除外されている自分の忍者を対象に裏側で特殊召喚するか手段に加えるかできると。だから除外しといたこの2番の効果でね、除外しといた、モンスターを回収したり特殊召喚したりできるということですね。まあこの墓地に送る効果はなんかリンクソアにしたりとか、融合して墓地を送っちゃえばいいみたいな話あるんで結構簡単です。で、融合モンスターがねめっちゃ緩いんだ。あの条件が、出す条件が、これ新しく追加されたメイゼンっていうモンスターなんですけど、種族が異なる忍者モンスター2体で作れて、これ融合必要としないです。融合召喚か、または、自分のフィールドのなんか種族が異なる忍者モンスターをリリースすると出せると。だから適当に裏側チビ表示のモンスターとかも融合召喚にしてポンってなって出てくるんですよ。コンタクト融合みたいな感じで、これがめっちゃ強い。でさらに効果、自分の忍者モンスターは直接攻撃ができる。で自分のフィールドに裏側中小モンスターが存在する限り、このカードは攻撃対象にならない。で相手が効果発動したらデッキから忍者出せるということで、このねメイゼンの3番の効果めっちゃ強くて、なんか何か効果が発動したらデッキから例えばメイゼン、あ、ジオを出してきて裏側にするとか、あと、なんか、発動してきたら、デッキからトバリ出してきてトバリの効果で融合するとか、これができるんですよ。これがめっちゃ強い。で相手のターンで融合し強いモンスターが、こいつになってるんですけども、ヤグラマル。これは、同じような感じでメイゼンと同じ感じでなんかそのインチキ融合ができて、で特殊召喚がリバースした時、手札墓地、および自分のフィールドの表返しの中から、忍者カードか忍法カードを除外すると、何でもカードを除外できるよと。だからフリーチェーンで一応そのトバリとかの効果使って、ヤグラマルの特殊召喚成功時で相手のカードを除外していくっていう妨害を用意していくっていう感じですね。このねあのデッキね、まあちょっとね、まあ、効果聞いただけだとちょっと動き方が多分あんま分かんないかもしれないんで、ちょっとあの動かし方見ていただければなと思います。かなりテクニカルです。はい、ちょっとトラップデッキなんで、ちょっとさすがに先行ゲーなんで、ちょっと高校のまくり能力が若干弱いかなとは思ってるんですけど、まあその辺はちょっと手札誘発が調整してなんとかするしかないかなと思ってるんだけど、まあ先行はめっちゃ強いです。めちゃくちゃ強い妨害用できるから、ちょっとよかったら見てください。デュエルスタンバイ。ニンニン忍者ストラック急に来たな、マジで。回し方俺覚えてるかな。いや本当にこれ久しぶりすぎて覚えてない可能性あるな。まあ、とりあえず半蔵召喚で、半蔵効果、忍法カードを持ってくることができる最強の効果で、落葉枚持ってきます。これはね、とばり発動だね。とばり効果、手札からぶん投げると忍者出せる。まあ、ちょっとジオもったいねえんだけど、まあちょっとジオを出すしかねえな。まあ、ジオ引いちゃうとちょっと妨害として成立しないんで、あの2枚入れた方が俺はあの好みですね。あのヒーロー あのインクリースみたいな感じで、再造ですな。忍者モンスター2体で再造軍出していく。半蔵と再造でなんか忍法を2枚セットしていくイメージ、イメージ的には ね。で再造効果で、これで分身 OK で、これで落葉枚分身の構えできたんで、まあ、一応まあ、あの合格点ですね。あ、まあ一応無限保養真ん中にセットした方が良かったかな相手 の無限保養を全くケアしない人がいた場合に、真ん中で魔法トラップカードを打つことが多いから、無限保養を真ん中で打った方がいいみたいな話あるけど、まあいいや。でこれで落葉前の効果で、相手のターンに忍者変身して、で分身でさらに変身みたいな感じですね。あー、いいです、了解です。フクラクイン OK です。さあフクラクイン系、まあビーステッドはちょっとあれかな、あの半蔵が除外されるのが鬱陶しいかな。まあ、緊急テレポートいいよ。緊急テレポート OK。 いやこれかなりテクニカルなんですよね、このデッキ。ちょっとプレミアしたらごめんなさいあもうセアミ OK。 セアミ、まあこれはまあ完成されるんで一回スルーして、まあ出てくるようであればカオスルーラーとか、まあ出させない方がいいけど打ちたいなと思ってるんですけど、まあ、フォクシーとかも全然いいです。オーガナンバーフォクシーも OK で、シャラクサイ出てきた。いや、まあシャラクサイ通常召喚するんだったらさすがに裏側にした方がいいかな。これ裏だって言われるとちょっと厳しいですね。落葉舞を発動したい。
忍者マスター斎蔵くんをリリースして、あ、OKOKOK、裏はない、裏はなさそうで、デッキから忍者モンスターを特殊召喚、これでジオを特殊、シミホリディが。で、ジオが特殊召喚成功した場合、そこは仕事しやな、実質を2回打つで、相手のモンスターを裏にして埋める、過去表示形式を変更できない相手は。うぜえ、ゴミうぜえ。これは、チェーン逃げするとね、確かね、半蔵がタイミング逃すんだよな。半蔵がタイミング逃すから、一回これチェーン全部終わらせてから、分身の自殺を。で、分身していく。レベルが8以下になるように、デッキから、忍者モンスターをいっぱい特殊召喚。うおー、超変身、見ててください、一条さん、俺の、変身。出てきすぎ、出てきすぎなんだけど。これさあ、分身の術とかいうカードだけマジでぶち壊れてるやろ。これ一番が4枚に変身したぜ。そして忍者マスター半蔵の効果を発動、半蔵くんの効果によりデッキから忍者モンスターを、手札に加えていくグリーン忍者。よし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 、これでグリーン忍者を巻き込んで融合することによりさらに相手のモンスターを1枚埋めることができる。なに、ベルレッツへ、相手もなかなか反動は強いん、ね、だ。いやー、あのね、結構先行デッキなんで、正直忍者ぶっちゃけちょっと高校まくりはきついかなとは思うわ。な、なんかアーゼウスかなんかで流すような感じなのかな、ちょっとわかんないけど、まあ一応密みたいな感じでいくと、あのセイントレアみたいな動きできるんだけどさ、まあちょっとね難しいかなとは思います。で、相手のモンスターの効果を、ミツ君は裏側守備所のモンスターを表にして、そいつが、忍者だったら無効にするという、最強効果を持っている。あー、ディアノート、え、こっから展開伸びんだろ、ディアノート出したところで。召喚剣咲いてるもんな。で、オーガナンバー出てくる。いいよ。まあ、さらに一応まだ無限法要が一応今一枚ありますからね。あ、ドルドブル見んのか。強ない？まあいいか。しょうがねえ。俺の半蔵が除外されてしまった。半蔵くんをワンドローに変えられる。やばい。ちょっと待って。お前、ふざけんな。人のカード除外してワンドローしてんのおかしいだろ。とばりするか。ちょ、リンクスアイとかで、ドレイド、まあ、それでも別にそんなに痛くないけど、まあ、ちょっと一応融合して、で、全部埋めましょう。全モンスター埋めとこう。これでグリーンと、とばりで融合。いけ！こちら。いけ！か、ヤグラマル！ヤグラマルが融合召喚に成功した場合、効果発動。さらに、その、あ、まあ、これ対象やればか、除外するのはジオリン、ジオを除外、そして相手のフィールドのドリドブルムを消し飛ばすぜ。はい、さらにグリーン忍者の効果、このカードがフィールドまたは手札から墓地へ送られた場合、相手のモンスターを裏側にすることができる。これでさらに埋めていくぜ、モンスターを。何？オーガナンバー、あー、まあ伊達上がりいいよ、全然いいよ。これだいぶ強いでしょ。いやー、うわー、引かれたか。今のこれトップドローだろこれ多分。まあ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 、しょうがねえ、いいだろう。でもこれ多分手数出ないでしょ。あとシェイレイでしょ。で、召喚剣使った。いや、これ多分手数出ない、大丈夫。で、ドリード吹き飛ばしといて打ってほしいから。で、あともこの3100のなんかバケモンがいるだけだから、実質バニラの多分大丈夫だと思います。あの裏側表示モンスターマジで一生待ってるからね、あれ。てってれーだから、あれ落とし穴掘っちゃいましたみたいなパターンだからね。はい、まあ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 、ミツくんがやられていくと、ヤグラマルはいいんだ別に。まあ確かに出てきた時しか仕事ないからヤグラマルはあんま意味ないんだけど、とりあえず異端の忍法超最強カード発動。デッキと、墓地からなんか忍法系のカードと忍者をなんかいろいろセットできるっていう最強の効果。これキル取れっかな、これキル取れそうな気がするんだよな。で、忍法金むぐらからのさらにセット、まあ、セットすんの何でもいいかな。いや、これジオウだね。これまたあのジオウであのモンスターも埋めるわ。もう相手の盤面2箇所でデュエルしてもらおう。ジオウマジ強いんだよなこれ。こいつの効果バグってるからさ。そうですね、先にまずジオをリバースからかな。リバースして、これリバースしても効果増するやん。ちょ、覚えてないんだけども、あの、あまりにもちょっと久しぶりなんですよ、忍者回すので。ジオ効果、フォクシ、間違えた、オーガナンバーを裏にする、いいえ、これはもう自分は 裏にしてもいないから、いいえで。
で、これでこうでしょ？オッケー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 。で、落葉米は、後でいいか。黒し出したらいいんだよな、多分。これ黒し出すでしょ？黒し出します。はい。で、落葉米でこれ関係性切れてんだよな、多分な、これで。これただ落葉米回収できる。で、矢倉丸に装備します。で、矢倉丸効果発動します。除外するのは回収したいモンスターにする。から、ちょっと待って。これ半蔵でいいね。で、破壊するカードは福楽院を爆破する。これ普通にね、このカードめっちゃ強いんだよね。マジで。でだ。落葉米効果発動して、落葉米を戻して、で、まあもう一回セットすることができるようになった。でだな。メイゼンをインチキ融合して、アルティメット、あ、かっけえ！イケメン！マジイケメン！で、黒シープ効果。いや、メイゼンの召喚ムービーかっこよすぎでしょ、これ。で、対象とする効果は半蔵くんだね。召喚機まだ咲いてないの、俺ね。召喚機まだ咲いてないから、カナノクラで半蔵特殊召喚は、だから、ちょっと待って。え？特殊召喚？裏側だよね、これ。裏だよね。しない。で、回収。で、黒シープ効果。これはね、なんでもいいね。まあ、3つでも、とばりでもなんでもいいんだけど、まあ、なんでもいいわ。これはリンクスになるからなんでもいい。で、こうして、で、半蔵召喚効果発動。これで、もう一発、異端の忍法帳持ってくるでしょ？これ異端、さっきの、俺、エンドフェイズだよね、打ったね。ちょ、マジで、久しぶりに回してるから、マジで動き方わからん。で、これで、だから、装備カードを再セットすればいいから、これで異端の忍法帳を再セットしからの金むぐら、で、なんか適当な忍者モンスターをセットしていく。まあ、これは結局何でもいい。まあ、守備表力高いから密にしとくか。こうして、OK。で、最強の忍者モンスター出します。アローヘッド確認。召喚条件は、効果モンスター3体以上。現れろ、未来を導くサーキット。バレル忍者ドラゴン。さらに、忍法装具、金むぐらを装備。あ、僕忍者です、今から。ちなみにメイゼンの効果によって忍者モンスターはダイレクトアタックをすることができます。ちなみにバレルソードドラゴンは忍者です。僕忍者なんですよ。忍者ソードドラゴンの効果発動、守備表示にしてもう一回殴ります。最強、うわー。対戦ありがとうございました。なんかすげえ刀らしい忍者だな。ガチで急に来たね、このモンスター。てかこのストラクガチで急に来たわ。ちょ、とりあえず一回増援するわ。増援効果、あー、なるほど。何もない。ちなみに忍者デッキ5億年ぶりに回すので、ちょっとプレイングめっちゃ拙い部分があるかと思いますが、ご了承ください。マジでね、あんま、なんかどうやって回してたかあんま覚えてないんだよね。これはだから、もう持ってるから、イタロン気持ちでいいんだ、これ。これちなみにね、ロンゴミアントが、生きたらロンゴミアントとかも出せたんですよね。ゴールド忍者プラス忍法から確定ルートがあったと思うんで、ちょっとどっかメモってたんだけど、確定ルートがあるんだけどさ、まあ、一応これ全癖、ガンクセエンド。ゴリゴリのガンクセエンドよ、これ。これが忍者よ。これが忍者。だこういう系がちょっと高校まくりなんかワンチャン辛そうな気はするな。あー、来ちゃった最強カード。多分ね、焦ることないね、これね。なんか、とりあえず展開させてからでいいや。とりあえず怪奇熱食の書があるんで、まあ、とりあえず全部一応裏側にできるんで、まあ、フェンリルはいつか、多分リリースできるんじゃないかなと思うんですけど、素早いビーバーか。まあ、なるほどね、ビーバーか。まあ、出てきてからでいいんじゃない？ビーバーでなんか出てくる、まあ、スプライトですね、クシャツスプーラー。なので、まあ、ここで全部裏にしたら、もう相手何もできないという話あるよ。これ、スターターライト結構きついんじゃない？はい、全部なっていく。全部なっていく。はい、最強。すべてのカードがなっていく。やばいよな。この効果。まあ、一応ね、全部裏だと思うと表にして相手ドローしちゃうんだけどね。
これメインフェーズだけじゃないよね。ちょっと待って、メインフェーズだけじゃないね。メインフェーズだけじゃないから、これはだからエンドフェーズでいいんだ。エンドフェーズでいい。なんかたまにさ、メインフェーズにしか遊できないカードあるからさ、気をつけた方がいい。エンドフェーズオッケー。で、忍法、落葉枚を発動するじゃないですか。で、一応ドロー枚数を減らしてあげた方がよろしいですね。まあ、とりあえず一旦相手のフェンリル君をリリースします。フェンリル表になるとちょっと効果復帰しちゃうからダメで。これはレベル高いやつが一番いいな。分身あるから。まあ、あんま今ジオ関係ねえけど、まあ、こうかな。これやるんだったらあれだったな、なんか忍法怪奇日食の書、忍法カードじゃないけど、怪奇はちょっとあれですね、ドロー枚数を抑えれてかもしれませんね。いや、やめてよそれ。ここに寄られたとか言われたらもう死ぬから。とばり、攻撃表示、さらにモンスター特殊召喚します。ちなみにレベルが8以下になるようにデッキからモンスター特殊召喚という効果ですね。分身は忍者モンスターを基本的にはこのムーブしといたら間違いないかなといったところなんですが、さらにモンスターを特殊召喚しますよ。当たり前じゃないですか。でこれ裏側収集にしておくと、でそうすると3つの効果で裏側収集モンスターを表にして、そいつが忍者だったらなんかその効果も購入するよっていう効果が使えるんで、なんでこれはこれでカゲロウで展開力を上げて、これ多分ワンキル取れると思うな。まあ忍法帳は後でいいか。で、ちょっと待って、で、これ効果できよう。で、これ相手がリバースして2枚ドローしてしまう。これが意外と痛い。この2枚ドローが痛えんだよな。まあ、ただまあ、次のターンにワンキル取れば問題はなかろうなのだ。オッケー、ドライバーね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。まあ、ガンマ打ってないから大丈夫、多分。で、そしたら、まず反転半蔵ですね。で、半蔵効果発動しましょう。で、何らかの忍者を、忍者を、持ってくることができるので、これで3つ持ってきて、で、一旦黒シープだな。3つ残しながら黒シープ生きてんだよな。こうですね。で、こうして、で、もしなんか効果発動してこようもんなら、3つで、あ、増字か、なるほど。増字、まあ、それは3つだな。まあ、ちょっと、まあ、ワンチャン、なんか、やばいカード引か、ニーベルとか引かれるかもしれないし。ちょっと、まあ、入ってかかんだけど。これで、まあ、モンスター効果を無効にしながら、忍者モンスターをリバースさせる。で、こいつ叩き起こすでしょ？で、アルティメットインチキ融合する。アルティメットインチキ融合。あ、かっけえ！あ、かっけえ、こいつ！もう召喚ムービーやばすぎ。マジイケメン、マジでイケメン、やば。グリーン忍者はいえで、特殊召喚するのは半蔵。はい、で半蔵が爆誕していく。オッケー。で半蔵特殊召喚成功しこうか。こいつちなみに名称して耐えてないんでね、なんか一生使えるんですけど。でこれでバック持ってくる。で、バックが、ドロー以外で手札に加わるとバックの効果を発動して自分が手札から特殊召喚できる。やばすぎ。いっぱい出てくる。で、バック効果発動。特殊召喚に成功したら、忍者または忍法カードを、手札に戻すことができる。ちょっとやばい。ちょ、時間ない。やばいやばい。ちょっと、展開考えてる暇がない。で、異端の忍法帳の効果で、これ装備魔法を、セットします。で、装備魔法からのさらにセットします。なんでもいいです。3つにしますか。50あったらいけるか。で、アローヘッド確認する。ちなみに、メイゼンがいると、忍者モンスターは全部ダイレクトタックをすることができるよっていう効果があるんですけど、こうしてですね、で、金むくら装備する。これは、装備モンスターが忍者になるっていうね。今から こいつは、忍者ソード、忍者ドラゴンです。はい。忍者ソード、忍者ドラゴン。バトルフェイズ。はい。3号ダイレクト、で、2号ダイレクト、で、バレルソード効果で、守備にしてで3号もう一回ダイレクトと覚えてたわ。忍者デッキの回し方、これが強いの。バレルソードマジでね最強だから、みんなも入れた方がいいよ。あー、怪奇日食か。怪奇日食効いてれる相手だったら結構いいんだよな。これでただな、キルがな、怪奇日食してキル取れるようなね展開力はねあんまないんだよね、忍者って。ただね、月の章だと1枚しか裏側できなくてあんま強くない。
で、なんだっけ、闇の護風剣だと速攻砲じゃないか相手弾打てないっていうのがあって、ここね、ちょっとここ難しいっすね。回帰立食を月の書に変えるのも結構強いというか、それが一般的な気はするけどな、感覚的には。なんか結構先行用カードって感じするね、この、回帰立食は。はい、なんかその高校まくっていけるかと言われると、まくっていくこともある。あー、カープライジングやばい。いやー、これねー、いや、そうなんよねー、ちょっとここが難しいところですね。怪奇日食の章をどうするか問題。はいはい、もうなんかダラ通りですもうあの見守るしかありません、私は相手のデッキを。もうカオスレーラー、もうちょっとそろそろこのカード禁止なんじゃないかと言われています、実は。今あの OCG の方でもマスターデルの方でもそろそろこの人がやってることやばいと言われていまして、次の、世間改定で行くんじゃないかというふうには言われていますが、まあ、ちょっとまだ分かりませんね。さあ、ディアノートとカオスルーラーから、ディアノ爆弾からのカープライジング OK、レベル8、2体やばい。スプライトブルー、パンクセアミ、ウララ、猫マネキングやばいカード入ってね。クソやばいカード入ってんじゃん。スプライトブルー、OK。なんだこのごちゃ混ぜデッキ。なんか全部入ってるぞ。なんかパンクの、なんだっけ、スプライトも全部入ってるぞ、おい。やべえな。おーおーおー、やべえやべえ、おー、忍びネグロ落ちた、おい、やべえ。やべえって、忍びネグロは。しかも魔獣王持ちてんじゃん。忍びネグロが爆誕してくる。こっからスプライト展開ってマジ？やばいことしてない？ブルーからのジェット、いや、やばすぎ。何このデッキ。あー、で白雪か、なるほどな。白雪もなんかちょっと危ないと言われてますね、最近の規制の傾向からして。こいつはやってることやばすぎると言われてますね。でカオスルーラーがでもいなくなったら結構墓地暮らしが難しくなるから、まあカオスルーラーなんじゃないかと言われてますけど、まあインフラ部分ではあるんでね、カオスルーラーとかいうモンスターが。まあちょっとハリファイバー的なね、そのなんかアナコンダ的なあのインフラ的なモンスターじゃないですか。うわ、グラファーとかいうガチでやばいやつ来た。だからネコマネキング入ってんのか。これネコマネキング絶対引いてんじゃん。じゃあもうふざけんなよ。いや、でも怪奇列車の人ぶち込めばいけるか。速攻魔法は無効にできない、グラファー君は。いや、速攻魔法は効くはずだ。マグナムートいいだろう。クソったれ展開力だなこれ。やばすぎるんだけど。ちょ、もうともういよいよもうタイムアウトなれ展開しすぎだろこいつ、ふざけやがって。ルベリオン効果なんだ。獣か、フラグインか、フラグインか、欲しいな。やばいな。マジでさ、これワンチャン普通、怪奇列車の人1枚で全解決する説あるよね。で、フルールドバロネス出てきた。フルールドバロネスからのフクラクイン効果。忍びネクロを、戻してカード1枚ドローしていく。OK。で、さらに、カオスルーラー効果。OK。いやー、すごい展開力ですね。エルフですね。なんか犯罪者しか出てきませんね。犯罪者ムーブですね、これは。もう、完全に。名付けましょう。これ、アズカバンの囚人デッキです、これ。犯罪者しかいねえ。マジで。アズカバンの囚人デッキだ、これ。やばすぎるわ。あー、なんか、いや、え？セイントデクリエラー。え、なにこれ。あー、墓地回収ね。あ、いや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 、墓地回収。墓地回収。クソみてえなことしてんな。クソみてえなことしてんな。これ、ネコマネキング回収されたんだけど。マジ？これ、グラファーネコマネキング確定なんだけど。やばい、ターンスキップされる。まずい。モンスター効果を使ってはならない。いや、でも、まあ、一応、怪奇列食通ったらワンチャンあるか。バロネスウッドじゃん。スターターさらに来る。やばい。バカみてえなデッキだな、これ。うわ、しかもキャロットもいんのかよ。おい、ふざけんなよ。怪奇列食通んねえじゃねえか。もう回帰列車通んねえと無理だってこれ多分。あー、ドルイドブリム、はーん、あはーん、あは、だろ、あー、忍法帳か。まあ一応墓地落ちとしてくれたから忍法帳は使えんのか。とりあえず忍法帳から打って速攻魔法、これ止めてくんねえかな。これ止めてくんないっすかね。これ止めていいっすよ。キャロット、キャロット効果。くそ
金むぐらで踏みに行くしかねえな。金むぐらで踏みに行くしかねえ。で、金むぐらの効果を発動しましてですね、こうだな。で、まあ装備すんのとりあえず何でもいいな。で、金むぐらの効果を発動します。で、ゴールド除外して相手のカード爆破したいです。ちょっとバラネス最初に取るのうっとうしいな俺。で、グラファーを破壊したいんですけども、キャロットの効果で無効にされる。なるほど、なるほど、 OK。 で、金むぐらが爆破されていく。これ破壊してくれる？破壊していただけます？破壊していただけると一応除外ゾーンから帰ってきますよ、モンスターが。おおおおおおお、あるあるある、ワンちゃんか。で、金むぐら効果、除外ゾーンからゴールド忍者特殊召喚できる。うわ、でも戦士かこれ。いや、これ戦士かよ。いや、お前ちょっとグリーン忍者、あーあーああああ、俺のゴールドが返せ返せ、俺のゴールド忍者。くっくっそーチュー、チュー、一枚足んねえ。大剣士宿の章の効果発動、フィールドの全てを通る、ワンちゃん。いやー全然無理だ。そう、そうか、占われとんのか、これ占われとんのか。ドローする効果含んでるもんな。あとは僕はモンスター効果を使わざるを得ない状況に追い込まれたといったところ。モンスター効果を使わざるを得ないという謎の、ちょっと、許していただけませんかね。ミツの効果、あ、はい、我が効果を書き換えたのである。グラファーの効果発動、捨てるカードは、はい知ってた知ってた。ちょーい、ふざけんなよ。無理だろこれ。何この最強猫マネキング回収ムーブ。エクストラデッキどうなってんのそれ。最強デッキやめろ。猫マネキングは回収していいカードじゃねえ。